こんにちは。今回やってきているのは鶴見線の浜川崎駅です。ここ浜川崎駅は鶴見線以外にも南部支線という路線が乗れられております。ちなみに今映っている高架線、こちらも鉄道路線でありますが、過去40年間で未だにもう鉄道を走っていないっていう経歴があります。ということで今回はですね、鶴見線の205系に乗っていきたいと思います。鶴見線では今年の冬にですね、新しく新型車両 E131 系が導入されることに伴いまして、205系は鶴見線から撤退します。ということで間もなく引退する205系、関東から絶滅してしまう205系を今回のもう一回乗ってみようと思いますので、今回も皆さんお付き合いください。よろしくお願いいたします。さて来ました、鶴見線の205系 T15 系です。これが小窓ということで、もともとこの車両は山手線で活躍されていたということがわかりますね。じゃあ、ちょこの辺乗ってきます。昔ながらの景色ですね。乗っていきましょう。そして電車はいよいよ浜川崎駅を発車していきます。ここで皆さんに一つお伝えしていきたいと思います。首都圏で活躍されている205系の路線はここ鶴見線と南部支線がございますが、南部支線の方はワンマン対応車となっております。しかしここ鶴見線はワンマン対応を行っていないため、なんと車掌さんの肉声放送が聞けます。そしてですね、なんとこの鶴見線の特徴はですね、なんといっても205系の中でももともと改造前通勤型で走っていた時代そのもののモケット、何も改造せなくそのまま使っているというのも大きな特徴となっております。それではですね、まあこの写真、このね映像を見て、もともと武蔵野線使っていた方、山手線使っていた方、中央総武使っていた方がね、このモケットを使っていると思い出すのではないでしょうか。まあそんな感じでですね、まあ、モケットがそのまま使われているというのが特徴となっております。そして先ほど言った通り205系全般に言えることなんですけど、ドアの、ね、形によってもともと活躍されていた路線が決まってしまうんですよね。で、まあ、このドアですね、まあ、窓がちっちゃいということで、これもともと山手線で使われていたというのが分かります。大きい方だと山手線じゃなくてですね、例えば中央総武線とか埼京線、その辺で活躍していたんですけど、山手線の今のところは普通の蒸気車なので、こんな感じでドアがね、窓ドアなっておりますもっとね、言うんですけど、鶴見線にはもうその手入れであるようなんですけど、宇治急行に行くとですね、まあもっと初期中の初期、玉野の205系のこのやつも見られるんですけど、これは山手線の初期のだけども、初期のやつですね、まあちょっと後期、中期にあったのかな、その辺で作られた感じになりますね。玉野じゃないのでね、この車両は。玉野じゃないので、まあちょっと後に作られたっていうのもまたわかるかなというふうに思います。ということで電車はいよいよ弁天橋に到着いたします。ここ弁天橋の近くには鶴見線の車両、そして南部線の車両が所属する弁天橋電車区というのがございます。ここで乗務員さんの交代を行いまして、いよいよ鶴見へと向かっていきます。ということで弁天橋発車していきます。でやっぱり205系皆さん乗った人にはわかると思うんですけど、めちゃくちゃモーター音とかいいんですよね、この車両。なんで本当もうね、僕にとって乗って後悔しない車両って言った方がいいのかもしれませんね。231系列世代に生まれたんですけれど、205系もまだ数多く走っていた時もあったんで、まあそう思い浮かべるとやっぱ乗っといて損はなかったなと思います。南部支線の新型車両 E127 系、鶴見線南部支線の205系 W4 編成が止まっております。その他は205系鶴見線用の車両3両編成が止まっております。そしてですね、
車内の荷物棚は網棚を採用されておりました。京急線、東海道貨物線、東海道線、京浜東北線、横須賀線の線路をまたぎまして、電車は終点鶴見駅に到着をいたします。さあ、ということで終点の鶴見に着きました。もう一度言いますけれど、この205系はですね、先ほどお伝えしていたんですが、他の205系とつながって、まあ、南武線と八甲線と鶴見線と連石線だけに見えることなんですけれど、またこの205系も通称のペダボルほとんどないね。上になんかあるんですね。上にライトがあるんですね。1000番台とかの特徴となっております。3色 LED の南武線、鶴見線の205系ですが、もうすぐ引退となっておりますので、皆さんもぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。ということで、まあこんな感じで今回動画はこの辺とさせていただきます。高評価とチャンネル登録ぜひお願いをいたします。ご視聴誠にありがとうございました。